こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。それでは早速対戦していきましょう。はい、よろしくお願いします。僕の黒番ですね。まあ、今回はちょっとタスキで行ってみましょう。これはどうなるのかな。かけてみますか。まあ、ここら辺は、まあ、10キロ満タンだね。最近もうかけれるとこはかけとけば間違いないみたいなね感じで、 AI が必ずかける手は示してくるんで、まあ、非常にプロの子でも打たれますけれども。さあ、ここで普通に飛ぶのか、13の番なんでね、こう張っていくのか。はい、まあというか、はてというか、ここで伸びてくれればこっちを押さえていきますね。はい、これに対して、一間に行けるのか桂馬で行くのか。まあ、これも13の番なんで先手がかなりでかそうな気がしますね。はい、これ一本で先着します。どこに向かうのか、どう打つのかな。これ打ち方が難しいな、わからんな。二間開きなのか、これは二間ぐらいにしておきます。はい、堂々と来ましたね。それは良さそうな感じですね。まあ、受けておきましょう。これはもう言いなりに受けます。はい、どうぞ。はい、ここで、左上はまだ取り切れてないというところと、あと右上の方も打たれたら、完全には黒は生きてない形です。さあ、どうしましょう。まあ、今カケツイできたので、まあ、この白にちょっとプレッシャーかけていくことによって、左上に白にやる暇を与えないという打ち方がいいですかね。膨らんでいきましょう。はい、そうですね、そこに打たないと、まあ、後で解説しますか、黒につけられると形がね、ないので。受けられました。さて、どうしますかね。まあ、ここで手堅く打つなら左を制すか。はい、一番きっちりと制しておきます。さあ、ここで、右上がね、まだコウ残りなんですけど、まあ、白もそれやってこれるかどうかですよね。やってきませんでしたね。はい、これに対しては下がりで受けるのか、こっちで受けるのか。これなんだ、下がるのがいいのか、どっちがいいんだろう。まあ、かけつげは普通かな。はい、まあ、これは全て受けまして、はい、これも受けですね。はい、まあ、これは別に必ずしも受ける必要はないので、ここでどうするかですね。まあ、こんな感じで膨らまないように、こう白の構えを制限していきましょう。はい、さあ、ここでどこが大きいんでしょうか。いろいろあるが、まあ、ここですかね。一番広そうですね。ここ白から逆に角まで来られるのと比べて一番大きいかなと思いました。はい、まあ、これは勝負がないかな。差し込む手もなきにしもあらずですけど、まあいいか。ああ、なるほど、そこら辺を、まあ、これを一回押しときましょう。ここに沿われるとね、一応形崩される可能性があるので、はい、一応この辺まで受けといて。さて、ここで、これもまたいろいろある局面ですね。どこがいいんですかね。まあ、わかんないから、なんとなくかっこよさそうな手を打ってみますどこが大きいんだろうな、これ。
これは最善手ではないかもしれないですけどね。真ん中がそんなに下辺というか、まあ、下の方からも削減できるんでそんなに大きくなかったかもしれないんですけど、ただどこに打つのが大きいのか打ち方が難しいので、まあその広いところから決まりをつけていこうかなという感じです。はい、どうすんでしょうね。まあここが大きいのかな。多分逆にここに白にかけ継がれるのとの差が大きいんじゃないかなと思いました。そこ先に押さえておくのも大きかったんですけどね。まあこれで、まあ何事もなければ少し残りそうな雰囲気ですね。これもね、気をつけないとここが切れちゃいますんでね、丁寧に繋いでおきます。うん、もうそうですね、やることがなくなってきましたね。白は右辺の下がりは早めに打つぐらいですかね。まあ下がりは黒に対して効いているところなので打つぐらいですか。まあ下手すると逆に黒が跳ねてくる可能性がなきにしもあらずと。あとうっかりしてると白もこれ、右上のポン抜いてる石がね、できられて止めなくなる可能性もね、うっかりしてるとあるんですけどね。まあ一応そこを決めとけば、別に切られても生きることができるので大丈夫ですね。はい。そうですね。それはうまく受けないといけない。はい。それも効いてますね。はい。これは、細かいですが、かけ継ぎで受けるのが正しいですね。理由はまた後ほど説明したいと思います。はい、もう本当に終わりですね。あとはまあ真ん中辺どっか止めるのか下辺下がるのか、あそこですね、下がり、はい、まあ、ここも結構良さそうな感じですね。これに対して、どう置きますか？うん。まあもうこれはどんどん終局を目指しましょう。跳ねて連絡を催促します。つながってくださいと言って、それを誘ってここ出るという手順で。行きたいと思います。で、まあ、この辺はまあ別に慌てなくてもいいんですけど打っちゃって、ここは一応でかいですかね。この手が何目だこれ、3目ちょいあるので非常に今の取りが大きいところでした。あとはもう一目の手で終わりですね。はい。これは受ける。ああ、何やってんだ。あ、もう終わったと思って油断してるのでこういうことになります。あら、これ負けたかな、さすがに。さすがに負けたんだろうな、いくらなんでも。あらまあ。受ける。これは受けるな。
あ、十四目差か。当たりに突っ込みました。これ初めてかもしれないな、これ。あ、まあいいや、やってみましょう最初から。まあ、白はこれ受けずにかけ返したんですけれども、まあ、これはあるんですが、ただこの時に、まあ、一回白もここで受けておかないといけなかったですかね。はい。で、まあ、こう伸びたら伸びるという手順の方が良かったかもしれないですね。まあ、これで、まあ、抑えたら抑えるみたいなね、お互いにこう、まあ、同じ形になりましたよね。それでしたら実戦は、先に伸びてもう一回伸びまで打ってしまったので、もうこれ黒はすでにゆとりがだいぶできたんですよね。ゆとりができて、これで、まあ、黒は抑えに回ってしまいましたね。はい。これで、これはこうなるとちょっと黒がだいぶ有利ですよね。はい。で、まあこの、角を打ちまして、まあ、ここに先行したので、これはだいぶ黒がリードした形かなと思います。はい。で、まあ、このここまで決めて、まあ、白はまあそうですね、まあそんな相場ですかね。はい。まあ膨らみ飛びで、まあ、これこの飛びを白は打たないで、まあ、他のところに行くとですね、このツケが厳しいですね。はい。これが、まあ、大変な急所となっていますので、それを白は防がないといけないということで、飛びました。はい。で、まあ、左上はですね、まだ、例えばまあここでこっちの方に手入れするというのも、まあ、立派なんですけれども、まあ、まだこれは例えば羽釣りぐらい打たれても全然取れないですね。まあこれのなんかこんな感じで全然取れません。はい。なので、まあ一応抑え込んでいてね、黒が非常に素晴らしい形なんですが、ずっと放っとくわけにはいかないということで、まあ、このタイミングで、まあ、取り切りましたね。まあ、こうしっかり取り切ったのは、まあ、右上がですね、コウになる可能性もあるということもありますし、これをですね、まあ、なんかこう頑張って取る、例えばなんかこの辺とかでも、まあ、取れてそうなんですが、ここら辺になんかつけからイチャモンつけられるのが結構鬱陶しいんですよね、これね。ということで、しっかりと取り切りました。はい。そして、まあ、ここコウがあるって言ったのは、こういうふうに打ってコウにするという手があります。はい。で、まあ、コウ争いですよね。まあ、左下はもうガッチガチに硬いので、まあ、ここぐらいしかないですよね、コウ立てはね。はい。まあ、これで、まあ、黒も受けるのかな、1回ぐらい。で、まあ、跳ねて、まあ、取ってみたいなことになって、まあ、白もね、これだいぶ損コウになりますので、まあ、こう打って、まあ、例えば黒がこう打っておいたとしても、まあ、これで白解消すると下がりで、これ実戦と同じ形にしかならないですから、白得するためにはここでさらにこういう風にいかないといけないんですが、さすがにこれは無理ですね。これで取られて、もうコウ立てがないということになりますので、まあ、やはり、まあ、コウにされても一応大丈夫という形でしたね。まあ、実戦も白コウにせず穏やかに分かれまして、まあ、しかしこうなるとこうなると、まあ黒が分かりやすく残ってたはずだったんですけど、ちなみに最後何目差だったんでしょうね、普通に言ってたら。いや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 、まあこうなって、こうなって、こうなって終局でしたね。はい。まあこうなりまして、まあ最後までもう詰めてみましょうか。まあこんな感じになって終局ということでした。これは、白地が25、黒地が39ということで、盤面14目ですから、7目勝ちでしたね。7目勝ちだったんですが、黒石がなんだこれ、
1、2、3、これ何本損したのこれ。いや、これ初めての経験だな、さすがに。昔ね、NHK 杯でね、突っ込んだ先生がいらっしゃいましたけれども。これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目にして取られてしまった。まだ20目損したのかな、ちょうど。20目損して、さらに、黒が後手を引いて、先手1目打たれてしまった、逆に1目打たれてしまったら21目損しましたね、多分ね。はい、7目勝ちが14目負けになりました。ああ皆さんも、終盤のダメージ前にはお気をつけくださいということで、今回は以上です。この動画が良かったら笑いが止まらない。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは あとご感想などもね、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいですということで、今回以上です。どうもありがとうございました。